宇宙世紀101年、人類は今かつてない危機に瀕していた。それは遥か闇の彼方より現れたムーマ王マンドラーの太陽系侵攻によって始まった。マンドラーの軍勢は瞬く間に星々を支配し、月面に要塞を築き上げて地球侵略を開始。人類は総力を挙げて多弾ドッキング強化ロケット CR-47 を開発、月面奪回組織ムーンクレスタを結成してこの脅威に立ち向かった。だが前線むなしく、マンドラーの無の魔力の前に人類の希望は崩れ去り、ついに地球は魔王の手に落ちてしまう。地上を奪われた人々はかろうじて海底の秘密基地へと逃げ延びるが、そこでただ手をこまねいてはいなかった。わずかに残された戦力を集めて地球奪回組織テラクレスタを結成。海底基地より合体型戦闘攻撃機ウィングギャリバーを発進させ、マンドラーへの逆襲に打って出たのだ。死闘は熾烈を極め、一進一退を繰り返した。一時はマンドラー軍を撃破したかに見えたが、無の魔力で生きながらえたマンドラーは新たに宇宙暗黒組織ゾハーを率い、再び地球へ来襲。人類は残された全兵力を傾けてこれを退けるが、無限に押し寄せる侵略軍の前にやがてそれが終わらない戦いであることを知る。そして壮絶な戦いの果てに待っていたのは人類の壊滅的敗北だった。さらなる大軍勢で現れた侵略軍メガゾファーはついに太陽をも手中に収め、もはや人類は太陽系の遥か外に海王星第12衛星ラオウ・メディーナに逃れるしかなかった。空前の灯火となった人類は最後の望みをかけて太陽奪回組織ソルクレスタを結成し、最新鋭合体型戦闘攻撃機ヤマトの開発を急いでいた。そして今まさにその人類最後の砦にメガゾファーの魔の手が伸びようとしていた。Yeah.